京都の四条河原町にある高級マンション10階のこの部屋は100平米あり目の前に鴨川や清見世良を望む抜群の立地でその価格はなんとこの部屋は2億1,000万でございます。 2億円超えですが投資や別荘目的の問い合わせが後を絶たないそうです78年前の京都が世界の観光地ランキングで1位になったとでそこから外国需要がどんどん増えて東京オリンピックが来てコロナが来てまさかの値段が下がるかと思われたんですけどそれでも上がり続けた。 購入したときより高く売れるというのが京都の中心部のものすごい利点だと思います。どんどんわかります。世界中の富裕層から需要がある京都のマンション。しかし、この状況に京都市は頭を悩ませています。京都は都市の中心部にさまざまな文化遺産が点在していることから景観を守るために建物の高さ規制を設けています。 そのため高層マンションを建てることができず住宅の数が限られさらに富裕層の需要も重なって価格がつり上がっているのですその結果起きているのが市外への人口流出それによる税収の減少という問題です2020年21年には人口が減った都市全国ナンバーワンという 不名誉な称号を獲得する事態に特に20代後半から30代の子育て世帯が周辺の府県へ引っ越してしまうことが痛手となっています京都市山品区の賃貸マンションに住んでいたこの夫婦もマイホーム購入を機に京都市を離れることに決めました 京都市内もやっぱ憧れがあったんですけどもう5000円超えるとかそういう感じですね、うんうん、それで日当たりが良くなかったりとか、うん、まあ天井が低いとかあるので天井の低さって高さ制限を感じるポイントですよねそうですね,ですね、うん、高さ規制がある中でもできるだけ多く部屋数を確保しようとすると必然的に天井は低くなるのが 京都市内のマンションの特徴です本好きの由紀さんは大きな本棚が置けず窮屈に感じていたそうですが高崎省を逃れた先大津市で大満足のマンションを購入しました京都市内から車で10分強向かった新居は明るく広々とした空間が 2人で並んでもスイスイと生き返るキッチンに収納スペースがしっかり備わっていることも高ポイントもっと大きな本棚を置く余裕も十分ありそうです多分万ぐらいいは安んんででねお手軽なんですよ、ね、まあ本当の街中と比べると全然たぶん2000とか違うんじゃないですかね。将来の子供の子学費であったり、うん はいまあ、例えば留学に行かせるとか,なんかそういうことに使えるのかなっていうふうにも思います大津市では次々と高層マンションが建設されていて子育て世帯の注目を集めていますが財政難を抱える京都市にとっては何としても転出を阻止したいところこの事態に決断を下しました 一定の要件を満たしたマンション等については高さ規制を31メートルに見直します今日から一部地域で建物の高さ規制緩和に踏み切ったのです京都駅南側のカラスマ通り沿いではオフィスなどを対象に最高25メートルとされていたものを31メートルまで緩和住宅街になり得る 山科区の外環状線沿いはこれまで三十一メートルだった上限が完全に撤廃されます。この変化に期待を寄せるのは京都市山科区で生まれ育った自治会長の岩崎さんです。昭和昭和の建物あの一番問題になっておるのは、えー、人口の減少目に見えて 山区も人口減少が懸念されている地域です景観の悪化を心配して規制撤廃に反対する意見もありますが京都市の中心部や市外のアクセスがいい山科区で開発が進めば町の活気を取り戻すきっかけになるのではと話します。 2 2月月ぐらいは2月にななるかな若い所帯が住めばまたそこで少子化が少しでもましになってくる人,人口が増える有名な神社仏閣も多いですからね十分に魅力ある町なんですけどもそれ以上に人が増えるいろんなあの店舗も繁栄すると。 高さ規制の緩和で住宅の価格高騰に歯止めをかけ若い世帯を呼び込んで税収を増やしたい京都市の思惑しかし不動産業者の見方は少し違うようです皆さん求められるところに物件が立ったっていうことはまたさらに上がっていくでしょうっていうとしかまあまあまあ思えないかなというところですね。 京都ブランドで京都の何々をしたいからとか、まあ、あの京都独特のこれを求めてっていうのでこちらに住まわれる方もあのいらっしゃるんで高さ規制の緩和は本当に京都市へ子育て世帯を呼び寄せることにつながるのでしょうか専門家の田中和彦さんに京都市の高さ制限緩和で街はどう変わるのか。 子育て世帯はやってくるのかなどについて解説していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます早速ですが、高崎線を緩和する。そして子育て世帯を呼び込めるかということで。本当に子育て世帯は京都にやってくるのでしょうか。こちらです。田中さん、こう見てます。ある程度は呼び込めるのではないか。ただし。富裕層の子育て世帯。富裕層に、うん。 限るとというううことなんででしょうかねそまあ一つには高さ制限が緩和されたといっても、はい、それほど劇的に安くなるわけではないと、はい、なので購入者層はそれほど変わらないすなわち今が富裕層しか住めないということであれば、はい、この緩和があってもその流れがそんなに変わるわけではないと思いますやっぱり価格がある程度抑えられるわけではないということで、はい、改めてその中身規制緩和の中身見ていきたいと思います。 こちらご覧ください高さ制限がどのくらい緩和されるのかをまとめたものです、はい、えまず JR 京都駅の南側は最大25メートルの規制だったものが31メートルまで引き上げられます、はいうん、中心から少し離れた阪急三陰駅周辺ですと20メートルなどだった規制が31メートルに、うん そして JR 山品駅周辺は最大31メートルの規制だったのが、規制がなくなるエリアもあるということです。そして JR 向町駅周辺では31メートルの規制が完全になくなるということです。はい、だから規制なしっていうところは当然住むエリアが大きく増えるということになると思うんですけれども、例えば山陰駅とか京都駅の近くですね、はい、え10メートルとか、 五6メートルですか、えー、高さがあ、まあ、増えるということになるとこれ住むエリアはこれでも増えるものですか。 まあ増える減るで言うと増えるんですが、うん、ただ、20メートル要は今まで78層しか立たなかったところが、ええ、31、まあ、10、11、12要は3層、4層増えるだけなので10回、11回、12回ぐらいそれほど個数が増えるわけではありませんので、ええ、まあ多少は増えるというのにとままると思います増えるのは増えるけど大きく増えるわけではない。そのの中で気になるのは 価格ですよねこれがどうなっていくのかということなんですがはい、はい、こちらもご覧くださいこちら平均的な新築分譲マンション、はい、4LDK の場合です、はい、田中さんにはい、ね、よりますと、はい、今現状の価格はこのようになっております、うん、中心エリアはおよそ1億円阪急三陰駅周辺はおよそ6000万円高い そして JR 山梨駅周辺はおよそ5000万円、これが現状の価格です。えー、例えば山梨のあたりもこれ高さ制限がなくなりますよね。はい、現状だいたい 4LDK で5000万円ぐらい、これでだから。 住むエリアどーんと増えると思うんですけれども価格はどうなりますかそれほど下がると申しますのも例えば高さ制限なしタワーマンションになるとタワーマンションそもそも低価格っていうよりも大阪もそうじゃないですか割と富裕層だったりとか憧れで住まうっていうところある程度仕様もよくなりますしまた今建築費が高いですのでタワーマンションを建ててさてじゃあ安く供給できるかっていうとそうはなす なかなかならないと思います。という高い現状は変わらないということなんですけれども、ここでライン質問が来ています。はい、はい、出ますでしょうか。はい、はい、高さ規制が緩和されると地価は変動しますか、田中さんどうでしょうか。はい、変動します。えー、まあ、おそらく上がると思います。上がる。うん、はい。うん これれでででもどれぐらいですかイメージでそうですねあの、まあ、マンションを建てる業者さんマンションデベロッパーさんは大体溶石100%あたりいくら、うん、要するにどれぐらいの土地を一つ買ったらそれに対してどれぐらいの個数、うん、回数を建てれるかそういう計算をしますので、はい、たくさん建てれる土地は、うん、当然たくさん土地の価格を出せるんんということですので容石率が上がった分に近いぐらいを で買ってもいいんじゃないかなと。そうん、なんか。だから完全に上がり要素。ジヌさんなんかもその辺よく分かっていらっしゃるんで、うん、もうじわじわと、はい、あの上がり基調ではあります。そういうエリアにつきましか、うん、なるほどね。はい、また視聴者からライン質問が来ています。はい、ありがとうございます。え、京都市の高さ規制が緩和されれば、神社仏閣の周りに高いビルが増えるのですか。これどうですかね。まあ増える減るでいくと、まあ。 減るるはないんんでで増えるんですけれども、ええ、ただ、そそこはそれほど心配ないいと思います、はい、今回、例えばそうです、ね、あの重要文化財とされるようなものが、はい、あの多いエリアではありませんので、うん、ちょっと離れたとところです、ね、ちょっと離れた郊外部になります、ええ、でまたあの、そういう景観、まあ、を守らねばいけないような場所につきましては景、い、観条例これが結構、ええ、京都厳しくありますのでこの高さによって高さ制限の会場によって何か変わるというふうなのはあまりないんじゃないかなと、はいまあ、今までとそれほど変わるない かと思いますす、ええええ、そうですよねだから京都っていうとやっぱりこの辺りが特殊で加藤ですくね景観、えー、も守らなきゃいけないうん、うん、というところがあるんですよね。はい、やっぱりその辺り京都市の方もおっしゃっていてこのいわゆる中心エリアの,あの落ちゅうと言われるところに関しては、うん、ま景、あ、観を守るべきところだというのは、はい、このまま引き続くということでうん、うん、まあ,あの緩和はないんだろうというふうに見られてますが、はい、逆に言うとその 落外のエリアっていうのはまだまだポテンシャルがあると京都市の方もおっしゃってたので、うん、その辺りこれから注目していくところかもしれないです。はい、これどうですかその少し郊外のタワーマンションみたいなところっていうのは需要っていうのはやっぱありますかねありますね あります、はい、やっぱりある程度高くてもある需要はあの郊外といいましても京都の場合ですね、はい、例えば先ほど三位ありましたけど、ええ、せいぜい河原町から烏丸、大宮3、三位へ2つ3つ隣なんですよ<あ>郊外と言っても近いですのでね言うたら十分ある意味都心とも言えますので需要は十分あると思います、はい。となるとこれからその京都の街並みはどう変わっていくのか見ていきたいと思います。はいこちら まあ京都自体の,この価値が高くなることは悪いことではないこれいいことだということなんですが京都のメリットこれを最大限に生かすべきだとそのメリットというのが文化 教育観光ととありますがここれは田中さんどういうういでしょうか、はい、今あの子育て層が離れていってる人口が減っていってるって決して京都に魅力がなくなったからなわけじゃないわけなんですよそうです、ね、いろんなことがでありますもんね例えばまあ文化文化的なもの、うん、歴史であったりあの大学もたくさんある博物館等々もたくさんあるっていう中、はいうん、まあその価値が見出されて土地価格が上がっていってる、ええということなので今一度この 価値ねこの、うん、どういうふうに上がっていったかっていうところから紐解いて子育て層を戻すというのは、うんはい、まあただ単に住宅を下げて安価にしてっていうのとは少しあまあずれるのかなっていうふうに思います京都の魅力を最大限に生かしてきめ細やかな街づくりが求められるかもしれませんね田中和彦さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます チャンネル登録よろしくお願いします